ピーノのオフィスに通じる階段は爆弾で吹き飛んだ。隣のビルの屋上から入るしかない。こんなに寒いのは初めてだ。たまらない。空が落ちてきそうだ。世界の終わりみたいだ。もうダメだ。何も感じなくなった。完全に凍っちまった。屋上へ行くには鍵のかかったドアを抜けてエレベーターに乗るしかない。ピザ屋です。見たことない面だな。さっさとうせな。逃げろ逃げろ。終わりだ終わりだ終わりだ。やめろ、撃つな。俺は洗濯屋を知ってるか。いや、知らない。じゃあ用はない。なんだと。よせ、洗濯屋。ああ、知ってるよ。連れて行く。わかった。俺だ、開けろ。早く入れてくれ。焦んなよ。合言葉だ。ジョン、なんだっけ。よせよ、ジョン・ウーだよ。オッケー、入っていいぞ。わざわざ。ありがとう。
今夜ニューヨーク市ブロンクスでバルキアをめぐりマフィア同士の抗争が起こり、現在緊迫した状態です。 DEA の捜査官殺害容疑で手配中のマックス・ペインがかつて加わっていた犯罪組織と一人で戦っているとの情報が入りました。現在公表されている死亡者リストにはマフィアの主要メンバー、ジョーイ・フィニート、バージリオ・フィニート、そしてシカゴの殺人事件における容疑者で保釈中のリコ・ムエルテの名前が入っています。ニューヨーク市警は厳重な警戒を呼びかけ、マックス・ペインは全国指名手配になりました。ジム・ブラボーラ副所長は警察声明をかけてペインを逮捕すると公言しています。その約束に期待したいものです。ニューヨーク CNN ニュース、カイラ・シルバーがお伝えしました。ピンクのフラミンゴと話しているのは俺じゃない。何か特別なことを知っている誰かだ。奴はそこにいるが、俺は物陰に隠れて様子を伺って、そしてフラミンゴにこう言うんだ。鏡はテレビより楽しいよ。テレビより面白いのは鏡さ。わけは聞かないでくれ。そしてもう一人の俺が何か面白いものでも見たように作り笑いをする。突然そこに俺が隠れていることに気づき、振り返った二人は冷たい目で俺を見る。フラミンゴはまたこう言った。ラテンスの肉。一体何を言っているんだ。そして白い病院でベッドに縛られた俺はいつも自分の叫び声に起こされる。緑、映画じゃ普通赤と青だけだ。じゃあ緑。いや緑じゃねえ。ビリー・ゴニチ、今楽にしてやる。ペイン、鼻からお前はうさんくさいと思っていたんだ。やってみろ、腐った札の犬がよ。俺たちをやれると思ってるのか。そんなもの振り回しても無駄なことだ。うわー、マジで撃ったのか。ぶっ殺してやる。
何突っ立ってんだ、さっさと殺せ。ほら、わかりました。ボス、ゴニッチは逃げた。まるで俺は超ユーファだ。ゴニッチの机にシワクチャの手紙があった。ゴニッチが書きかけていたドンパンチネロ宛ての手紙があった。ジャックは宗教に行かれてディーノを撃っちまった。脳みそが飛び散るとこ見たかったんだとよ。あれじゃ商売の方もやばい、先を思いやられるよ。ゴニッチは自分のボスに怯えていたのだ。ジャックルピーノは行かれちまった。ビリー・ゴニッチは怯えながら逃げた。銃弾を腹に食らっていれば割れたタバスコの瓶のように長く持ちはしないだろう。ただ俺は神だの仏だのは信じちゃいないが、天使が怯えている奴に翼を与えることがあるってことは忘れない。奴は列車に飛び乗った。俺は奴の後を追った。